はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。ヤマハの古いピアノが入ってきました。古いですけれども、一旦外装をリニューアルして、ペダルのそういう調整っていうか、2本ペダル、3本ペダルにやったりとかね、そういう手が込んであるヤマハピアノなんですね。アンティークなデザイン、とっても素敵だと思います。ぜひ見てくださいね。こちらです。このヤマハの U2 ですね。外装がウォルナットのこの艶消しになってますね。木目がね、とっても綺麗に出てるんですね。このようになってます。で、ペダルが3本ですね。実はこの時代のピアノは2本のはずなんですね。つまり3本に改造してあるということになりますね。日本楽器と言ってます昔はね。 U2 という中ぐらいの中型モデルです。製造番号見てください。83028と。今も製造番号ね、調べたらいつ頃の製造か分かりますね。まあ調べてみてください。結構年代が経ってるんですけどもね、本当にあの綺麗です。まあちょっとね、傷があります。この辺はね、直すつもりしてます。ポンポンポンと当ててありますね。まあ気にしないという方はね、お安く出しますけどもね、その時はおっしゃってくださいね。はい。で、ペダルが3本で、なんと飾り板までね、入れてあるという。で、真ん中のペダル、これが真ん中のね、あれ棒になりますね。ネジも違うでしょ、こことここね。色が変わってます。つまり後から、改造して真ん中のペダルをつけたというね、まあ、弱音装置ですけどね、3本ペダルに改造してあるというね、こういう U2 というモデルになりますね。はい。で、音の方ですけどもね、昔のヤマハ結構ね、いいんですよね。ちょっと聞いてくださいね。何弾こうかな。懐かしいポール・モリアの曲ですけどね、ヤマハらしい響きはね、してますね。キラッとした感じですけど、まあ、古き良き時代の、そしてデザインのアンティークな、素敵なピアノですね。ぜひ、ご検討くださいね。よろしくお願いいたします。ヤマハの U2 のご紹介でした。